百州武道具店の動画。こんにちは、百州武道具店のうがです。やってますか？おー、今回からオープニングが変わりました。ありがとうございます。今日は危険体一致の練習の方法についてお話しします。先生から危険体の一致ができてない、それじゃ一本にならないよって言われたことないですか？危険体の一致ほんと難しいですよね。危険体の一致ってそもそも覚えてますか？剣道では打つ瞬間に危険体、すなわち気、声、剣、市内での打ち、体、踏み込みの足、ドン、これらを3つ一緒に合わさないといけないんです。この3つが合ってないと試合で一本にならないどころか、普段稽古をしててね、何を打っても先生にダメだよダメだよ合ってないよって言われ続けるんです。これは剣道をやってて辛いことだよね、楽しくないよね。なぜなら剣道にはいろんな打ちや技があるんだけど、例えばよ、例えば面打ち、小手打ち、胴打ち、これみんな危険体一致で打ちます。さらに小手面、小手胴、面面、面体あたり引き面、面体あたり引き後手、面体あたり引き胴、これらも全部危険体一致が必要になります。もっと言うと払い面、払い小手、打ち落とし面、出花面、出花小手、これも全部危険体が一致。さらに王子技になると面抜き胴、小手抜き面、面すり上げ面、小手すり上げ面、面返し胴、これら全部危険体一致の打ちで打たないといけないんです。みんなが思ってる以上に危険体一致ができないと始まらないんです。特にお父さんお母さん、別に剣道の指導者じゃなくても全然大丈夫です。なんでうちの子ばっかりいつも注意されてるんだろうって思ってないですか？大丈夫です。指導の先生じゃなくても確認できます。お家でもできます。ぜひぜひ今日お話しするポイントができてるかどうか見てあげてください。今回のこの指導法は、ある八段の先生が海外で指導されている時に、外国の方に分かりやすく危険体の一致を教える時に指導されていた方法です。僕こうやってちょっと横で見てました。先生ありがとうございます。勉強させていただきました。先生みたいな上手に教えることできないですけども、一生懸命頑張ります。剣道は日本も海外も同じだよ。同じ剣道やってる。だからもちろん、外国の人だって危険体一致をやらないといけないんです。みんなと同じ。みんなにも危険体一致難しいと思うけど、外国の人たちにとってみたって危険体一致って難しいよね。海外の人も頑張って一緒に練習してるから、だからみんなも一緒に危険体の一致頑張りましょう。危険体一致についてはいろんな指導方法があると思うんですが、これ以上シンプルで確実な方法は僕はないと思いますので、ぜひ聞いてください。3つのステップで行います。じゃあ最初の最初はここからスタートしてください。大丈夫、みんなできるから。しっかり構えます。竹刀の先と先が触れるところで構えます。難しければちょっと近くから始めていいからね。近くから始めていいからね。ここからいやー、そして一歩入って届くところまで入ったら、そこから竹刀を振り上げて、ここからよ、ここから危険体一致の練習だからね。打つのと踏み込むのと声を一緒に行います。合わせます。せーの、メーン。これが最初のステップ。いきますよ、続けていきますよ。先と先から一歩入って大きく振りかぶってベン。もう一回いきますよ。しっかり構えて、いやー、一歩入って大きく振りかぶってベン。それでよくある間違いっていうのが、振りかぶるまではできんの。ここから今は危険体一致、声と打ちと足を一緒に揃えようとしてるのね。だからここからボンバン、こういう打ちになる人、手と足が合ってない人、これが一番多いです。まずここから面、面、わかるかな。手と足合ってないよね。手と足が合えばここから面、ここで合うはずなの。手と足を必ず、声とここで必ず合わせる。これの練習から。注意点は、まあ、この先と先で構えてます。足と手なんですよ。よーく見といてくださいね。正しくは右足入って左足引きつける。ここから初めて竹刀を大きく振りかぶるんで、もう一回いくよ。正しくは竹刀先と先から右足出して左足引きつけて、そこから初めて竹刀を振りかぶります。
よくある間違いが、構えてます、同じように構えてんだけど、右足出した左足を引きつけるときにもう竹刀が上がっちゃうんです。もう一回行くよ。右足出した左足引きつけるときにもう竹刀が上がっちゃう。これはね、間違いなんですよ。これは間違いないです。ここ難しいよ。正しくは右足出した左足引きつけた、そこから大きく振りかぶります。これが正しい打ちね。で、間違った打ちっていうのは、右足出した左足引きつけるときにもう竹刀が上がっちゃう。これはね、自分じゃ分かんないんですけど、大きな間違いなんですよ。なぜなら、こういう足を流れる癖を作ってしまうと、瞬時に打てないんですよ。とにかく瞬時に打てない、瞬時に打てない。だから必ず足は一回引きつけて、ここで止まって、そこから大きく振りかぶる練習をします。そしてできることなら、金槌で釘を打つみたいに、ポン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 って打つでしょ。トン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 、ガシガシガシじゃないよね。トン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 、一緒一緒。トン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 、このトン、このトン、こういうトンっていう打ち。反対はガシっていう打ちね。ガシっていう打ちじゃなくて、ここでトン、こういう瞬間的に弾くような打ちをもうここでやっておきましょう。ベターって打たないよ。この段階で当たる瞬間、ポン、トンと打ちます。トン。それができるようになったら次のステップです。次のステップも同じよ。同じなんだけど、一つだけ変わります。どこが変わるかっていうと、いやー、一歩入って、さっきは上で止まってた。止まってそこから合わせる面だったんだけど、これは二拍子の面って言います。一回上で止まって、そこからドン、これ二拍子。この上を止まらずに一拍子で打つ、これの練習です。あとはみんな同じ、足もみんな同じ。じゃあ行きますね、構えて、いやー、一歩入って、足引きつけて大きく振りかぶるけど上で止まりません。ペン、大きく大きく打ちましょう。行きますよ、大きく打ちますよ。いやー、ペン、竹刀先と先から一歩入って止まります。ペン。ポイントは同じ2つありました。1つ目は手と足、いやー、一歩入って引きつけて、そこから竹刀を上げる、これめちゃくちゃ大事。間違ったのは覚えてる？同じだよ。一歩入って左足を引きつけるときに竹刀上げちゃう、これは間違いだよね。いやー、はい、右足入れて左足引きつけるときに上げちゃう、これは間違いです。右足入れて左足も引きつけた、そこから必ず竹刀を振りかぶるようにします。わかった？もう一つは覚えてるかな、金槌で釘打つの覚えてるかな。トン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 、一緒一緒一緒、一拍子でもトン。あと1拍子と2拍子の違いなんですけども、ゆっくり打つから2拍子っていうことじゃないです。早くても2拍子はありますし、ゆっくりでも1拍子ってあります。要するに上で止まらないんだよね。上で止まるのが2拍子ってことなんです。1拍子、大きい1拍子、ゆっくりの1拍子っていうのは、いやーめー、ここで止まってないでしょ、ここで止まってない。で、いわゆる大きい2拍子っていうのが、いやー、ここで止まってめん、これが2拍子で、この小さくするよ、小さくしても同じです。小さい2拍子はいやーパー、たまにいるよね、竹刀がね、こうなっちゃう人ね、これは2拍子なんですよ。いやーペーン、これは小さいけど2拍子、小さい1拍子っていうのはいやーペーン、小さくても大きくても1拍子2拍子っていうのはあります。何が違うか、上で止まるか止まらないか。最後は小さい面です。小さい面もみんな同じ、全部一緒。構えたとこから一歩入って、ここから打つんだけど、ここからが違います。さっきは大きい面の時には、大きく振りかぶって当たる時に右足を出しましたよね。だけど小さい面の時にはちょっとだけ違います。いやー、一歩入る、ここまで一緒、左足引きつけた、ここから竹刀が上がる時にもう右足も
上げます。今日ここから公開行こうか。いやー一歩入ってこっからもうすぐ出ます。ベン行くよ。いやー一歩入ってこっから竹刀が上がるときにもう右足も出します。いやー一歩入ってベン。手と足の使い方分かった？いやー一歩入ってこっから一緒に手と足が上がります。ベン。これが小さい面の危険帯の位置です。いやー一歩入ってベン。いやー一歩入ってベン。いやー一歩入ってベン。これが危険帯位置。注意点は同じです。同じ金槌と釘を覚えてる。トン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 、一緒一緒。ベチャーってなんない。ポン。ベチャーって打たないよ。ポンポン。それともう一つは足だったね。これもうずっと一緒だよ。右足出して左足引きつけるときに竹刀を上げない。必ず一歩入って左足引きつけてそこからバーン一緒に出ます。あとやっぱり最後小さい面って難しいんだけど、コツはとにかく焦らないことなんですよ。焦らないこと。近くでいいです。近くでいいよ。近くでいいよ。近くでいいから一歩入ってそこからバーン。この練習から始めてください。慣れればだんだん遠くから遠くから遠くからできるようになるから、まずは近くでいいんで一歩入って左足引きつけてここから一緒に上げます。ドーン。これが小さい面打ちです。まあもう一つ注意点としては、小さい面打ちになるとどうしてもいやーここからこうなっちゃう人がいるんですよね。体が開いちゃう。これは最初練習の時に間合いがねやっぱりね遠いんですよ。遠い。だから近くでいいから、最初近くでいいから近く入ってそこからバーン。で練習してみてください。まっすぐ体まっすぐ開かないよ。あ体開かないよ。ここから近くでいいんで近くでいいんで、そこからさらに一歩入ってバーン。最初は近くていいです。近くていい。焦らなくていいからゆっくりゆっくり一歩入って左足引きつけてそこから振りかぶりと一緒に右足を上げます。バーン。これが小さい面打ちの危険帯の位置です。いかがでしたか。以上が危険帯一致の練習法になります。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。